ディフェンディングチャンピオン上田ポン中村プロモーション。松吉から奪ったタイトル11回目の防衛戦です。東京は WBC 世界バンタム級1117パウンド2分の1平均所属チャレンジャー西岡俊明。3度目のそしてもう後のない最後の挑戦です。この試合のレフェリーは6回目の来日、世界戦48戦目のグアダルーペ・ガルシアです。あの世紀のビッグマッチ、フリオ・セサール・チャベス対ミゲル・アンヘル・ゴンザレスもさばいています。採点するジャッジはマーク・グリーン、ドゥエイン・フォード、ハーバート・ミンの3人です。 WBC ルールです。WBA と違うのは一番上です。1ラウンドに何度ダウンしてもレフェリーの判断で試合続行となるフリーノックダウン制です。3度ダウンしても自動的に KO とはなりませんが、ただ選手の健康面を考慮してむしろ1回目2回目のダウンで KO となるケースの方が増えています。さあ、防衛を続けるチャンピオンに3度挑戦するのは過去1回しかありません。日本の歴史です。80年代 WBA バンタム級ジェフ・チャンドラーに挑んだ村田栄二郎さん、この時は最初が引き分け、2度目は13ラウンド KO 負け、3度目は10ラウンド KO 負け、いずれもタイトル奪取はなりませんでした。なおバンタム級の史上最短 KO は今から67年前、1936年プエルトリコのあの伝説のチャンピオンエスコバルがマークしました。1ラウンド1分49秒です。ゆっくりと両者リングの中央です。黒いトランクスの西岡一気に攻めいった。まず序盤からペースを奪いたいという挑戦者、画面の左側日本の西岡俊明、的確にパンチを当てることをまず一つの目標にします。14のノックアウト勝ちのうち1ラウンドが6回、2ラウンドが4回、 70% 以上が1、2ラウンドに集中しています。挑戦者画面の手前、日本の西岡です。さあ逃げる。一方タイの英雄黄色いトランクスのウィラポンはこれだけのキャリアがありながら1ラウンド2ラウンドの KO 勝ちというのはまだ1試合もありません。過去の戦歴を見ましても1、2、3ラウンドはまずウィラポンは見ていくラウンドです。まず相手の動きを見てから4ラウンドから動き始める、これがウィラポンのスタイルです。チャンピオン陣営のモンサワントレーナーは8ラウンドからが本当の勝負だ、そう戦前に話しています。そのウィラポンが今日はしかし比較的前に出ています。今少しローブローの注意を受けました。左フック西岡です。第1ラウンド、まもなくハーフタイム1分30秒を迎えようというところです。まだ共にクリーンヒットはありません。回転原さん、両者の動き、立ち上がりですか、どうご覧になりますか。そうですね、いいんじゃないですか、はい、やはり西岡君がですね、はい、先に先制攻撃行ったんで、ウィラポンもやっぱり行かなきゃいけないっていう気を出す感じですね。ミカヒウィラポン、飯田聡さん、はい、ここまでの両者どうご覧になりますか。そうですね、やっぱりあのウィラポンの方が、いつも以上に出てきてますね。いつもは1ラウンド本当に何もしないのがウィラポンなんですけどね。そうですね、はい、前に出てますね。オリーブを西岡のミロックを返しました。黒いトランクス、日本の切り札です。西岡俊明、最初の挑戦は判定負けでした。2度目は惜しい、悔しい、無念の引き分けでした。3度目のタイトル挑戦です。第1ラウンド早くも1分が切っています。じりじりと前に出ていくのがあの辰吉を2度にわたって攻撃に進めた男、タイのウィラポンチャンピオン。左に回っていく黒いトランクス、日本の西岡、右のジャブ、ミガヒ、ほとんどまだパンチの交換はありません。両者です、頭がちょっと当たりました。白い襟が見えました挑戦者の西岡です。アッパーからヒーヒー、左のダブル、左のダブルを放っていきました。日本の挑戦者西岡、 WBC のバンタム級タイトルマッチ12回戦の第1ラウンド、残りは15秒です。ボディーブローをミラポン、ボディーから腕に返していきました。右のストレートを放っていきます。西岡落ち着いてますね。西岡落ち着いている、はい、西岡です。
1ラウンド終了です。WBC の世界バンタム級タイトルマッチ、放送席をご紹介します。元フライバンタム2階級制覇ファイティング原さん、そして元 WBA スーパーフライ級チャンピオンの飯田佐藤さんです。よろしくお願いします。さて、噂にたがわぬ熱戦で始まりましたね、はい、そうですね。もうやっぱり西岡君にしてはですね、勝つ番ですね今度は、はい、負けて引き分けで今度はそうですから、もうこれっきりないっていう気持ちでね、やってもらいたいですね。そういえば飯田さんも初挑戦は負け、はい、2度目が引き分け、3度目でタイトルを取ったんですよね、はい、そうなんですよね。本当にあの気持ちが手に取るように分かるんで、はい、本当に頑張ってもらいたいですね。あの3度目の挑戦の時には1ラウンドダウンを取って、はい、いきなり優位に立ってしのいでしのいで頑張ったという試合でしたね。もう本当にこう今日の西岡選手、体の仕上がり具合もだし、精神的な仕上がり具合が本当にいいっていうのは感じますね。過去2回にないくらいベストの状態に仕上がったと言っている挑戦者は西岡です。ただ西岡は戦前後半しています。ウィラポンは試合運びというか狡猾なんですと、これが世界レベルというんですかね、そう話しています。船越さん、はい、その西岡陣営なんですがね、浜田特別コーチ、ウィラポンは西岡の左を警戒しているのではないかという話がありましたね。西岡は慌てることなくゆっくりとまずは右を当てていくというシーンです。右のリードジャブを当てていくというシーンです。今の右が出ました。船越さん、はい、チャンピオン陣営なんですけど、その通りですね、はい、とにかくこちらの陣営から出ていることは西岡の左に気をつけるということです、はい、それからナーバスになってまして、今まで2回の対戦の前にはしたことのない別の線香を取り出してのお祈りでかなり陣営ティンプしています。とにかくウィラポン この陣営はこう話しています。今のランキングで西岡以上のボクサーはいない、西岡が一番強いんだ、だから十分に一番練習をしてきたんだ、そうチャンピオンのウィラポンは話しています。ファイティング原さん、はい、西岡にとってもこの挑戦は最後という思いがありますが、いやその気持ちでやってもらいたいですね、もう後はないんですから。ウィラポンにとってもこの西岡はものすごい強敵だという意識はあるようですね。いやそうですね、その意識持ったらダメでしょうね、でもね、はい、もう西岡がこれ向いてますからね。ボディーブロー、ボディーブローが出ました西岡。ウィラポンはこう話しています。私にとって西岡は非常にやりづらい相手だし、2度目の対戦の時には右のジャブがあった、パワーも加わった、フィジカルの面で強化されていると思う、そう話しています。ウィラポンがじりじりと前に出ます。この序盤から前に出るスタイルは飯田さん、はい、これまでのウィラポンにはないスタイルですね。そうですね、それがもう警戒してるっていうことだと思いますね、はい、西岡にペースを取らせない、まあ前に出ると相手に乗せないようにこう自分から攻めてくる、はい、これまで飯田さん24ラウンドお互い戦っていますから、はい、序盤から見ていかなくても手の内は十分して、そういう側面もあるでしょうね。そうですね、それもありますね、はい、右を出していく挑戦者の西岡、まだ両者ともにそれほどのクリーンヒットはありません。ファイティング原さん、はい、まだどちらも優位に立っていない状況ですね。そうですね、まあ両方ともそうで手は出てますけどね、はい、やっぱり、はい、非常にウィラコンですね、やりにくいでしょうね。ウィラコンやりにくい、やりにくいと思いますよ、はい、ちょっとやっぱり負けてますしね、引き分けですね、はい、2回目は引き分けですからね、こういう場合にはやっぱり負けてる方も頑張りますかね。挑戦者西岡のヒットして、ここで第2ラウンドゴングです。両者の体格を比較してみましょう。身長で 9.2 センチ、リーチで8センチ、西岡が上回っています。昨日検診に当たりましたコミッションドクターの大月先生は、万全の西岡の状態に比べるとウィラポンは若干物足りない感じがする、そう話しています。さあ2ラウンドが終わりました。第3ラウンドです。前回の引き分けを振り返って西岡はどうしてあと一歩、なぜ踏ん張れなかったのか、めちゃめちゃ悔しかったです。足りなかったのはベルトへの執念です。ウィラポンとの初戦判定負けは0点、2戦目は100点満点の5点です、そう話しています。勝てばどんな試合でも100点なんです、そう話している挑戦者の西岡です。左を伸ばしていく黄色いトランクス、タイの英雄のウィラポン、じりっとウィラポンが詰めていきます。強調するのは西岡の左に気をつけろ、そしてフックは要注意だというふうにしてますね、はい、そしてこちらからの指示としてはその左の内割り、右ボディは打てるぞという話です。左の内割りに右ボディというチャンピオンウィラポンサイド、長谷川アナウンサーのリポートです。回り込んでいきます西岡。ウィラポンは95年
歴代史上2番目のわずか4戦目で世界タイトルを獲得しました。98年あの辰吉を倒してタイトル獲得後21戦を行っているんですが、タイトルマッチは9勝 3KO1 つの引き分け、この1つの引き分けが西岡戦です。ノンタイトル戦は11戦全勝です。しかも10のノックアウトが決まります。ナイスボデー、あのボデーいいですね。西岡君の左のボデーは、ウラ君は上上げてますからガードがね、ボデーはやっぱり抜けませんから、あのボデーのストレートいいですよ。あの前回の対戦の時に西岡は話していたんですが、ボディーは動かないので序盤のボディーを必要に狙っていったと、そう話しています。いいですね、あの前半から打ってもらったですね、はい、試合は第3ラウンド、逃げ出してきましたウィラポン、西岡ゲリー、これはヒットしません。ギラさん、中盤に入ろうという第3ラウンドですが、動きに変化はありますか？西岡の方がその上下の内訳からこう前に出ていく形になってきますね、はい。ユラコンがやっぱり、リーチを特に長い選手なんですが、はい、距離をうまく取って、リーチ差を感じさせない戦い方をしていますね。あの西岡はこう話しています。この距離からは打ってこないだろう、そんな距離から右のパンチが出てくるんだと、そうなんですね、そうユラコン話しています、はい。それにはもう本当に要注意ですね。これですね、はい、この、まあ、ロングフックというかストレートというか、この右、いきなりの右が伸びてきますユラコン。ウィラポンと言いますと技巧派ですから、ジャブを多用するのかと思うと、飯田さん、はい、それほどジャブはあまり打たないんですよね。そうなんですね、しっかりとああいう、そんなに前傾じゃないんですけども、はい、懐深く使ったうまく使った戦い方ですね。右です、この右、しかしまだクリーンヒットありません。ウィラポン、さあ西岡の右ボディーブロー、少し距離が詰まってきました。両者リング中央、ウィラポンが前に出る、西岡下がる、ウィラポンのボディーブロー、西岡のボディ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。これはローブローの注意を受けます、うん。レフェリーはメキシコのガルシアさんです。第3ラウンドが終わりました。西岡です。あ、お父さんの清さんです。お父さんの清さんは日本チャンピオンになっても世界ランカーになっても変わりなく耳の痛いことを注意してくれるんです。それがありがたいですね、そう話しています西岡。ファイティング原さん、はい、お父さんからはしつこいように天狗になるな、お前それから最近の試合相手に打たすぎるぞ、うん、いうふうに言われそうですよ。いいことですね、それはね、お父さん本当にコーチトレーナーなきゃですね、はい。さあお父さんと二人三脚でここまでやってきました。二度のタイトル挑戦はあと一歩のところで逃しました西岡、三度目の挑戦です。試合は第4ラウンドです。過去2戦、1ラウンドから3ラウンドまではいずれも西岡のラウンドでした。しかしこの4ラウンドウィラポンが出てくるんです。またちょっと頭が上がりました。これまでにない飯田さん、はい、西岡の1人頭が当たるんですが、これはどういうことなんでしょうね。それだけ西岡の方がグッと踏み込んでるんですね。ボディを当てに行くときでも本当にしっかりと踏み込んでいってるんで、はいはい、こういう攻撃でいいと思いますね。過去2回はあのバッティングというのはほとんど見られませんでしたが、はい、今日は再三にわたって両者の頭がぶつかります。このラウンド初めて宮崎、西岡の左、西岡の左が明確にクリーンヒットしています。西岡は足も動いてるし本当にいいですね今日は。そうですか、はい、非常にあの練習からでもサインが良かったですよね、はい、足が止まっちゃっていけないんですけど、やっぱり、ねはい、足が動いてるしはドキですね、パンチを殺しますから。そういえば西岡のあのリングシューズの赤い房にご注目ください。これは70年代から80年代終了級を席巻しましたあのレナードがよくつけていたものです。この赤いボンボリがスタッフと動くので足がよく動いているように見えるんです、そう笠井トレーナーが話していました。おっと西岡ラッパーです。このラウンドいいですよ、はい、ボディブロー、足も動いてるしジャブの付き合いで勝ってるんですよね、このラウンドしっかりと勝ってますね。過去2回はこの4ラウンドからウィラポンの攻勢を前に逆転を許しました西岡、その鬼門の4ラウンド、ウィラポンの右が伸びてきます。クリーンヒットではありません。接近戦は左右はウィラポン、左は西岡、いや手に汗握るようなファイティングの攻防ですね。そうですね、非常に両選手とも非常にベストコンディションですね、はい、いい試合ですね。ウィラポンのリード、これはちょっとローブローをアピールします。今度はローブローの注意、ここでテクニカルタイムアウトを取ります。レフェリーのグアダルーペ・ガルシアさん、この間は時間に完成されます。そして1点減点、1点減点です。ローブロー1点減点、これはファイティング原さん、両者力が拮抗しているだけにね、そうですね、痛いですねこれは、はい、
でも大体一度ではしないです注意ですけどね、西岡に注意を与えられました。しかし今度のウィラポンのローブローは明確なローブローということで、メヒットのレフリーゴールドウィットガルシアさんがローブローの注意を与えました。そして減点を与えました。いいですね、西岡のサウスポーの周り、足の周りですね、はい、相手の左に回っていく、あとまたローブロー、これは試合続行を命じます。こういうこの右の周り、サウスポーの周りですね、相手の右から遠ざかるということですね。ウィラボンのリーブロー、この周りをするとウィラボンなかなか手が出せないっていう感じがするんで、この周りを続けたいですね。やりこれはブロックしています。ウィラボンヒットしていません。第4ラウンド終了です。序盤戦の4ラウンドが終わりました。ウィラボンに1点減点があります。そして西岡の左のクリーンヒットもあります。1952年、今から51年前、日本初の世界チャンピオン白井義夫さんが誕生しました。ファイティング原田の60年代、大場正雄の70年代、80年代は具志堅用高でした。そして90年代は辰吉丈一郎、常に時代を切り開いてきた名チャンピオンが存在してきました。そしてファイティング原さん、はい、21世紀最初のスター候補がこの西岡なんですよね。そうですね、ぜひもう取って期待したいですね、やっぱり一番近いですからね、はい。そして飯田さん、はい、西岡はこのマスクもありますが技術もありますから、チャンピオンになればなんかこう長い政権を築いてくれそうな、そんな予感もあるんですよね。そうですね、本当にはもう充実しているところで、挑戦できているという形ですね、さあ試合は中盤の第5ラウンドに入っています。挑戦者サイドですが、はい、西岡選手に対して濱田特別コーチはですね、ウィラポンの右に対してはタイミングを見て当てていけと、ピンチチャンスでさまざまな状態に合わせてトレーニングしてきたんだから、それを出していけという話です。なるほど、いろんな状況に合わせて練習をしてきたという青コーナー挑戦者サイド船津アナウンサーのリポートです。船越さん、はい、一方のチャンピオンウィラポンサイドなんですけれども、減点に関しては気にするなと、で構わずボディを打ち続けていけという指示が出ています。右のイールジャブ、右のイールジャブ、西岡ウィラポンはこう話しています。ボクシングの大事な要素はまず良いジャブ、良いジャブ、良いリズム、そして良いテクニック、この3つの要素がボクシングでは大事だ、そう話しています。タイの英雄ウィラポン、西岡の方がこう足を使って動いてるんですけども、ひっついた時でもしっかりとあの左のアッパーですね、当ててますね、結構本当に今日はもう仕上がり具合はもうバッチリという感じですね。飯田さん、ウィラポンに焦りみたいなものは感じられますか？まだそこまではいきませんか？いや、でもやっぱりこう調子がいいとは言えないですね、ウィラポンが、はい、はい、やはりファイティングハラさん、あのボディを多用してますね、西岡ね。そうですね、いいですね、ウィラポンもあの足を組み立てるのウィラポンボディでやってますけど、これもいいですね、ウィラポンも、はい、ウィラポンもボディを狙っています。一方の西岡もボディを狙っています。試合は中盤第5ラウンド、右左に行くを切った西岡、残りが1分を切っています第5ラウンドです。右下ろしてきましたチャンピオンのウィラポン、ボディーブローはこれはブロックしています。胸のあたりを狙ってきますウィラポンです。でもこれあれですからね、はい、どうしても気にしますからね、ああいますからね、はい、ボディーブロー接近戦でしっかり打ち合って、ちょっと当てますよ、ね、離れてよし、接近してよしという今日の西岡です。右を切ました西岡、右を切ります、ウィラポン、ボディーブロー、歩きたいですね、どんどん第6ラウンドのゴングが鳴りました。西岡、小学生の時にテレビで見た世界チャンピオンのコンビネーションをやってみると不思議なくらいにできたんです、そうお父さんとのボクシングで話しています。その時に世界チャンピオンになると決めたんです、以来16年、ならないと人生先に進めません、そう話しています西岡です。ファイティング原さん、はい、世界チャンピオンにならないと人生先に進めないと、こう西岡は話しています。そういう気に感じられますね、はい、またチャンピオンになると人生変わってきますからね、はい、
そうです、チャンピオンになって人生が変わったのはタイの英雄のウィラポンです。そういえば2000年の12月5日にはタイ国王の誕生日を祝うその祝賀行事の一つとしてウィラポンはタイ国王広場で10万人の前で防衛戦を行いました。その時になんとノックアウト勝ちを収めています。タイの国民的英雄ウィラポンです。飯田さん、はい、やっぱりチャンピオンになると全て人生が変わってくるわけでしょ。そうですね、特に西岡の場合は前回ドローですからね、はい、もうなるのとならないのとの差は本当に自分のもう意味を持って感じたと思いますので、はい、もう今回はもう目が違いますね、はい、さあリング中央、まだ両者ともに完璧なクリーンヒットというのはありません。西岡の左が再三相手のウィラポンの顔を捉えています。いいですね、西岡のその上と下と、はい、また左のストレートの方なんですけど、はい、フックも使ってるんですね。左のフック、はい、左、右、右のフック、西岡の右のフック、ドーンとウィラポンの右、しかし、ウィラポンも右を出していきます。ファイトナーさん、やはりこの試合も本当に1秒たりとも気は抜けません。抜けません、目も離せませんね、はい、非常に。ただ西岡君はやっぱり足を使っておくといいですね。止まった時に打たれますね。足が止まってはいけませんね。後ろウィラポンの方は井田さん、はい、止まって打ち合い望むところというところあるでしょうね、そうですね、じりじりと前に出ながら攻撃していくタイプですね、はい、こういうの結構プレッシャーかかるんですよね。下がる方が疲れますからね、はい、下がる方が疲れる、前に行く方が、そうですね、それは人間の肉体をそうできてますからね。今のところは西岡の方が、練習してきたものが出ている感じがしますね。ウィラポンの方が思うようなボクシングができていない。そうですね、はい、ウィラポンの右、はいはい、右、ウィラポンの右、西岡相手見てボディブロー、左のフック、さあ両者顔面を突き合った、アッパー抜いた、ウィラポンのアッパー、珍しくウィラポンが左のアッパー、右フック、ウィラポンがまた左のアッパー、ウィラポンが左のアッパーを多用してきました。左から右、ロープに詰まった西岡、体を入れ替える。第6ラウンド残り10秒、ここで前半の6ラウンド終了です。画面一番奥に見えているのが特別コーチの濱田剛さんです。この両国国技館で初めて行われた世界タイトルマッチ、今や伝説になっています。86年7月24日 WBC スーパーライト級タイトルマッチ、1ラウンド3分9秒の KO タイトルダッシュでした。もう今から17年前ということになります。ファイティングアナさん、はい、もう17年経ったんですが、あの浜田さんの1ラウンド KO 勝ちというのはあまりにも衝撃的だったからね。そうですね、素晴らしかったですね、はい、その浜田さんがタイトルを取ったのがこの両国で行われた初めての世界タイトルマッチでした。早いですね、もうその経つですかね、はい、さあこの両国からまた新しいヒーローが誕生するんでしょうか。チャンピオンはタイの英雄ウィラポン、ナコンドワンプロモーション、一方挑戦者日本の切り札黒いトランクス西岡俊明、帝拳ジム。ちょっとウィラポンがさっきのラウンドの後半から、はい、ちょっと強引に出てきてますね。強引に出てくる、はい、ウィラポンには珍しく接近戦からアッパーも使ってみましたね。右をがつきます。リズムがやっぱり止まるとダメですよ。リズム止まるとダメ、はい、動かないと西岡がダメ、ね、はい、船越さん、リズム止まるとやっぱり当たりますよ。挑戦者コーナー、浜田特別コーチにお話を伺います。はい、船さんどうぞ。浜田さん、ここまでどうですか。相手で勝負かけてきてるんで、まあ、ここ一つの勝負どころですね。西岡君としてはどういうボクシングをしていきたいですか。練習した左のカウンター、それが今ちょっとタイミング狂ってるんで、今合わすやり方に一回戻してるんですね。浜田コーチでした。はい、浜田特別コーチは戦前にこう話していました。ウィラポンは中盤に必ず1回出てくる、1回出てくる、その時に西岡がどう踏ん張れるか、これが勝負のポイントなんだ、苦しくなってからどう対応するか、これを練習していたと話しています。さあ足が止まってはいけない、西岡足が止まってはいけません。ここですね、ここは繋がなければいけない。練習の時も左右の抜いてましたからね、非常にね。そういえば前回引き分けに終わった時もこの7ラウンドで形勢が完全に逆転しました。足を止めてはいけません、西岡。そうですね、この距離で続けない方がいいですね。続けない方がいい、はい、今ちょっとウィラポンがこう乗ってきてますので、一つ距離を離すか、もっと詰めるか、そうですね、どっちの方に離れた方がいいですか。
いやでもちょっと西岡の方も、足が動くかどうかちょっと心配な感じがありますね。前半相当足を使いましたからね。そうですね、はい、僕は右からだったら逆に入った方がいいですよ。入った方がいい、うん、してもいいんですからね。逆に距離が良くなりますからね。ウィラポン伸びてきますから。ここはしのぎどころ、西岡俊明、本当にしのぎどころですね。はい、回り込みたいですね。やっぱり西岡もちょっと打ち合いたい、カウンターを取れるんだっていう自信があるのもあると思うんですけど、ちょっとやっぱり正面に立つ時間が長くなりましたね、はい、ここはあえて今までやってきた作戦の右に右に回り込んでいきたい西岡、はい、残り30秒切っていますからね。ランド右のフック、右が出ました。ウィラポン右の回り込みが右の右ストレートが届かないんですけどね、はい、やっぱり足ですよね。そのね、足が止まるくらいやっぱりあれですよ。左右に動きもできますけどね。さあ、タイの栄養ウィラポンが出てきました。ウィラポンが出てきた。ミノックは西岡。苦しかった7ラウンドでようやく終わりました。西岡のお父さんの清さんです。お父さんに連れられ小学5年生からボクシングを始めました西岡。西岡アキレス腱断裂後、まあ、実は天気の悪い前の日には電気が走ったようにビリビリしたそうです。それを聞いたお父さんは、お前よかったやないか、ボクシングやめても気象予報士になれるで、こんな励まし方をしたそうです。さあ後半戦第8ラウンドに入ります。バキンハラさん、はい、7ラウンドはウィラポンのラウンドでした。そうですね、ここからですね。西岡はこれから頑張らなきゃいけないですね、はい、このラウンド井田さん、西岡にとっては大事ですね。そうですね、本当に、ウィラポンが今出るときにですね、はい、すごくこう自信のある顔になったんですよね。もうしのぎどころですね、西岡にとっては。ボディブロー、ボディブロー、ボディブロー、さあ接近戦になりました。接近戦になってきました。アッパーウィラポン、誰か右、西岡押していく。アッパー接近戦だ。もう一度から西岡、逆にギュギュってますね、自分でもね。ああ、もうしてますね。行く。攻撃は最大の防御。いくつかあるボクシングの格言のうちの一つです。打ち合う練習もしてると思いますね、はい、西岡の方は。足が止まったらやっぱり打ち合わなきゃいけないんですよね。右右のフック、西岡、左。さあ、ウィラポンも出てくる。体を入れ替えた西岡。これは一進一退の攻防です。おボディーブロー。西岡のボディ、右、右のフック。さあ接近戦、過去2回にはなかった接近戦になりました。右のボディーゴー、西岡のボディー、右のフック、右のフックはダブル。すごい攻防になりました。すごい攻防になりました。想像だにできない接近戦になりました。 WBC バンタム級タイトルマッチ、左のボディー、ナイスボディー、ウィラポンの右は相打ち。この辺が両方できるって言ったんですよね、はい、試合もできるし、またあのボクシングもできるっていうような、はい、その時によってねボクシングやってきたってことですよね。前半戦をアウトボクシングに徹しました西岡、ここは接近戦を挑みます。飯田さん、はい、力と力、精神力と精神力の終盤のしのぎ合いになりましたね。そうですね、結構パンチの攻防が激しくなってきてるんで、はい、とにかく西岡の右のストレートをまともに割らないことですね。ウィラポンの右を注意。スタミナという点では西岡もウィラポンも2人ともに十分に自信を持っていますですね、はい、左、さあ接近戦、左、左のストレート、右、ファイティングアナさん、はい、西岡打ち合い負けてませんね。そうですね、でもウィラポンも一発食うと2、3発返しますね。あ、一発食いましたね。まあさすがに10度連続防衛を、離れ際の西岡の右を食う。西岡はウィラポンに対して3度目の対戦、まあ、特別な思いはないと話しています。ただ3度も対戦するというのはやっぱり因縁はあるんでしょうね、そう話しています。3度目の対戦になりました、ウィラポンと西岡。リング中央、ロタルガング、第8ラウンド終了です。有名人が通うマチャミ食堂は一部の地域を除いてボクシング中継が終わり次第お送りします。
WBC バンタム級タイトルマッチ、さあ残りは4ラウンドになりました。挑戦して引き分け、再度挑戦したというケースは日本のボクシング界では過去4回あります。79年 WBA フライ級の小熊昌司さん、81年 WBA バンタム級の村田英二郎さん、97年 WBA スーパーフライ級の飯田聡さん、そして98年 WBA スーパーフェザー級の畠山貴則さん、過去2勝2敗。ただこのところは飯田、畠山いずれも再挑戦は勝利しています日本です。引き分けの後だけに飯田さん、これはもう絶対に勝ちたい西岡です。そうですね、でもやっぱりその今までの2試合分のものよりもプラスアルファしっかり今回作ってきてますね、西岡選手は。ウィラ君はもう34歳ですから、はい、さすがに練習はよくしていますので落ちていることはありませんが、上積みという点ではもうやはり西岡の方が多いですからね。そうですね、もうウィラ君も落ちてないっていうところがまたすごいんですよね。そうですよね、はい、34歳です。本当に史上最強のチャンピオンというのはまさにその通りですね。毎日15キロのロードワークを欠かせません。そして午後からは2時間のジムワーク、ボクシングは自分の職業、休むことは必要ありません、そう話していますウィラポンです。チャンピオンになってからもあのジムに併設されますわずか8畳の部屋に一家4人で住んでいます。相打ちになりました。船越さん、はい、チャンピオンウィラポンサイドなんですけれども、西岡のスタミナが落ちてきたという見解のようです。おっとまたローブロー、ローブローのアピールを行います。西岡のスタミナ落ちてきた。ただですね、はい、まだ左は十分に注意しろと、これは念をしています。やはり、まあ、奮闘を促すという意味で相手のスタミナが落ちているという指示も出ているんでしょう。船越さん、はい、挑戦者サイズですが、浜田特別コーチ、先ほどのラウンドとこのラウンドと勝負どころになるというふうにね、語気を強めて話しましたよ。なるほど、ここが勝負どころという挑戦者西岡陣営、浜田剛特別コーチの言葉です。115年の歴史を誇ります世界のバンタム級の歴史の中、黄金のバンタム、西岡の左、黄金のバンタムと言われたブラジルのエデル・ジョフレ、そしてクルッタ・フチと言われました日本のファイティング原田、慶応アーティストと言われたメキシコのカルロス・サラテ、歴戦の強者が集うこのバンタム級で、ファイティング原さん、はい、ウィラポンも歴史に名をとどめるすごいチャンピオンですからね。素晴らしいチャンピオンですよね。左はこれは距離がありました西岡、やっぱりね、昇格がね、はい、今日チャンスですからね、やっぱりこうですね、いや、ちょっと正面に立ちたくないですね。立ちたくない、回り込みたいですね。回り込むか思い切って接近するか、2つに1つですね。おそらくはもう、左右もおそらく相手もやっぱり分かっているんですが、はい、もうスタミナが切れてきて、もう石が動かなくなってしまうんじゃないかというところを見てますね。12回戦で行われます WBC のバンタム級タイトルマッチ、これだから西岡も1回戦打ち合ったら面白いと思いますよね、はい、このラウンドは両者ともに明確にポイントを取るには至っていません。第9ラウンド残り10秒切っている、レベル高いですね、こういったラウンドは非常に難しい判定になります。さあ第9ラウンドが終わりました、残りは3ラウンド。黄金のバンタムと言われるバンタム級の日本のチャンピオンは過去4人です。ファイティング原田、ムグルマ拓也、辰吉丈一郎、そして薬師寺康生、5人目の日本のバンタム級チャンピオンの誕生なるか。両国国技館残りは3ラウンド、ファイティング原さん、3連勝は実に微妙ですね。難しいですね、すごいですね、はっきりした取り方を取ってもらいたいですね、はい、さあ残りは3ラウンドです。すでに10ラウンドのゴングは打ち鳴らされています。大正14年に開設されました帝国拳法会、最も歴史と伝統を誇る名門帝拳陣が生んだ世界チャンピオンは過去2人、永遠のチャンピオンと言われる大場正夫さん、そして1ラウンド KO ダッシュ浜田剛さん、11年ぶり3度目のチャンピオン誕生なるか。帝拳ジム西岡俊明、前回の対戦は引き分けに終わりましたが、11、12ラウンドという終盤は西岡が取りました。スタミナという点では前回は西岡が上回っていました。さあ今回はどうか、残りは3ラウンド、リング中央打ち合いだ、嬉しい打ち合いですね、ものすごい打ち合い、接近戦の打ち合い、イラコの最後の今度は西岡、ドリブル、言葉は悪いんですが、あっと頭が当たりました、イラさん、はい、文字通りどつき合いになってきましたね。なってますね、はい、ここまで西岡が打ち合うとは思わなかったですね、はい、はい、
日本とタイのボクシング世界タイトルマッチ過去47戦日本の17勝タイの27勝3つの引き分けがあります。タイの名チャンピオンといえばタイキング原田さんだと一目見ましたあのコーン・キングリッチあるいは大場正夫さんのラストファイトになりましたチャチャイ・チオノイ幾多の日本とタイの名勝負が演じられてきました。今日今宵日本とタイまた新たに歴史の名勝負が繰り広げようとしています。さあウィラポンディレクターリング中央打ち合いここは西岡負けてはいけない。ノートマトローブローをアピールするこれだけ低いところを打ってくるというのはファイティングアナさん、はい、ウィラポンとしても苦しいんでしょうね。そうですね、でもやっぱり相手もですね苦しめのあれですけどボディですかね、はい、さあリング中央打ち合いだここは西岡踏ん張りどころ、うん、井田さんここはもう手を休めてはいけませんね。あっ、西岡の右左左アッパー西岡の左アッパーさあ明確にポイントアウトしたい第10ラウンド。いやウィラポンも打たれるとちゃんと打ち返してるんですよ ね、 ねしたがって判定がこれ微妙というにはもうもどかしいぐらい微妙な判定になります。さあ最後の西岡いやもう本当にどちらのペースは言えないですね。このラウンドももうどちらに10対9をつけるか本当に微妙です。しかし現在の判定システムではどちらかに10対9をつけなければいけません。いや手が出ますねお互い。さあすごい一撃だこの相打ち。このラウンドも判定は微妙です。 WBC の世界バンタム級タイトルマッチ日本の切り札西岡俊明あの辰吉を2度倒した男タイの英雄ウィラポン残りは2ラウンド。ファイティング原さん、はい、どちらかが明確に取ったラウンドというのは西岡が2つぐらいあったでしょうか。ウィラポンも1つか2つ、ね、後のラウンドはどちらとも言えな い、 非常に難しいです、ね、この2ラウンドで勝負に行けがかかりますね、さあすでに11ラウンドのゴングが鳴っています。飯田さん、さあダウンを取れれば2ポイントポイントアウトしますからこれ大きいですね。間違いないですね、さあ残りはもう6分、6分は切っています。後で悔い残しちゃいけないからもう絶対この2ラウンドはやっぱり悔いのない打ち合いしてもらいたいね。前回悔いが残ったのは西岡ですからね。そうですからね、本人の目の前にしているのなんですがあの60年代狂った封鎖と言われました。まあ封鎖も壊れたように手を出していたのがファイティング原田さんです。飯田さん、そのように手を出してほしいですね。そうですね、さあ残り1分、西岡いいですよ。このぐらいの体でぶつかっていくぐらいでいいと思います、はい、西岡の左、西岡の左、何でも言われる右、いいですね、右、もうグローブの床でどこでもいいんですよ。どこでもいい、そうです、手を出すことですよ。それが狂った方向ですねさあ西岡打っていきたい、どんどん打っていきたい。前回は終わってから試合が終わってから時間が経つにつれ悔しさが増したというのがその引き分けでした。そう、今回は悔いを残したくない日本の切り札西岡。ウィラポンも出てくる。タイの国民の最大の栄誉はタイの国王に謁見することです。タイ国史上初めてオリンピックでメダルを取ったアマチュアボクサーでさえタイ国王に謁見しました。ウィラポンはまだそのタイ国王の謁見を済ませていません。ここで負けるいかがきにはいかないウィラポン。一方西岡も今度は西岡ラッパー右、そう連打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 。さあウィラポン持ってくる。これはかわした西岡、当てるのはないですね、ウィラポンは。はい、さあ、打ち落ちくるウィラポン、頭を突き合った、接近戦、やりが右、西岡のフック、左右のフックはウィラポン、右のブリーブローは西岡、ものすごいパンチの応酬になりました。右のウィラポン、左の西岡、右のフックを振った、左を出す。これだけ距離が近い戦いをするとは思わないですね。過去2回にはなかった接近戦。リング中央、第11ラウンド残り30秒、右、さあここは西岡踏ん張り、
新一体のフォロー。隣の西矢君違いますよ ね前回とはこれジャップ打てるだけでひるんではありません、はい、さあ試合は最終ラウンドです。有名人が通うまちゃみ食堂は一部の地域を除いて9時30分からお送りします。親子で描いてきた世界タイトル、そのチャンピオンベルトは目の前にあります。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチファイナルラウンドを迎えました。12ラウンド判定は西岡は上半戦の2試合です。つまり1対1分け。一方のウィラポン12ラウンド判定は7戦6勝1分け。少しウィラポンがじらすように出てきました。グローブを合わせた筒にこの時も12ラウンド10秒を刻んでいます。残りは2分の10秒。上下打ち分けやると当たると思いますね、西岡選手。上下の打ち分け。船越さん、はい、船越さん挑戦したんですが、はい、もうお前は今まで練習してきたものを全て出すしかないんだと、はい、浜田国立コーチ話しています。もうファイティングアルさん、何も出し惜しみすることはありませんね。もう組んだだけで打ってしまってもらいたいですね。右、左、ビラポンがパンチを押収します。ビラポンの右、右正面の左、これは足がかかった、ね、これは足がかかりました。熱戦になりました。一進一退の攻防が続いています。ウィラポンが右、西岡が右、相打ちになった。リング中央、ウィラポンが出てくる。タイの AE のウィラポン、様相が少し変わった。どんどん手出した方がいいですね。西岡が手を出した方がいい。タイの精神力の勝負になりました。そう、正面が立ってこう打ち合う、大丈夫ですね。どんどん手を出して打ち合う方がいいですね。西岡右の相手はトリプルで同じ勝負。こういうところでもどんどん前に出ながら手を出したいですね、はい、苦しいと思うんですけれども、はい、ダイナモリーブ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 、はい、打っていって、あー、ナイスプレー、ダイナモリーブ、いやー、本当に苦しいですね。西岡が苦しいけども、ここで手を出すしかないですね。ウィラポンも苦しいはずですね、はい、さあ、日本、ウィラポンの右、西岡のキック、残り50秒。左はユラコン、左ストレート西岡、右ロックです。左左右左右右ロック、西岡のユロック、いいですね。開始まで出せば当たりますね、ワンツースリーまで。残り20秒、最終ラウンド、右左、残り10秒、残り10秒、左レベスターが振った、もう一度微妙な判定です、微妙な判定です。さあ、WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、微妙な判定です。実に微妙な判定です。ちょっと集計に戸惑っています。さあ、判定が出ました。判定の結果お知らせいたします。ジャッジ、ハーバートミン115対115、ヤッティ、グアンフォード114対113、西岡、ジャッジ、マーク・グリーン116対112、ウィラポン、三者三様の引き分け、またしても三者三様の引き分け、またしても三者三様の引き分け、2戦連続三者三様の引き分けになりました。なんということか、またしてもタイの英雄ウィラポンの前に西岡、チャンピオンベルトがスルリと逃げていきました。なんとも言葉がありません。
引き分けです。いやーこれはなんとも一瞬の静寂が両国国技館を襲いました。ファイティングアナさん、もうちょっとかけてあげる言葉がありませんね、はい、いやそうですね、本当にもういや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 、あの人も歩けない。ご覧のように三者三様、前回同様引き分けという結果になりました。非常に今回はもう打たれても打ち返してね、非常に接近戦もよくできましたしね、はい、非常に良かったんですけどな。さあもう一つの世界戦、歓喜に沸いた戸田対ガメスのハイライトをご覧ください。